高橋健一は、秋田県南秋田郡昭和町出身のバスケットボール選手である。2003年から日本リーグの日立伝線に所属し、新人王、最多アシストのタイトルを獲得、2005年にはベスト5にも選ばれた。2006年には、BJ リーグの仙台89アーズと契約し、プロ選手に転身し、BJ リーグ2009から10シーズンには、 フリースロー成功率1位のタイトルを獲得した。秋田ノーザンハッピーネッツに所属していた2016から17、シーズンを最後に現役を退き、秋田ノーザンハッピーネッツのアンバサダーに就任した。選手時代の身長は181センチメートル、体重76キログラムで、ポジションはポイントガード、シューティングガード。昭和町立大久保小学校に通っていた11歳の、 時にバスケットボールを始める。昭和町板川町組合立派上中学校3年生の時に秋田県中学校総合体育大会、東北中学校総合体育大会で優勝。全国中学校体育大会に出場し、ベスト16。この時の同期生に菊池祐希がいる。高校は秋田工業高校に進学。エースとして活躍するも、 タブセユタや菊池ユーキラを要するの白工業に阻まれ全国大会には出場できなかった。大学は東北学院大学に進学し、ここでも AS として活躍。大学卒業後、2003年に日本リーグ所属の日立デンセンブルドックスに入部し、この年の新人王に選ばれた。2005年にはリーグ準優勝に貢献し、高橋は アシスト王のタイトルを獲得、ポイントガード部門でのベスト5にも選ばれた。2006年の BJ リーグドラフトで仙台89アーズに1巡目全体3位で指名され入団。2009から2010シーズンに最高フリースロー成功率のタイトルを獲得。2011年3月発生の東日本大震災による仙台の活動停止で、 高橋以外の日本人選手全員は他チームにレンタル移籍した。しかし高橋は怪我により移籍を断念している。2011から2012シーズン限りで仙台を退団。2012から2013シーズンより2013から2014シーズンまで岩手ビッグブルズに所属し、その間、2012年10月には月間 MVP に選出された。 2013から2014シーズン終了後、高橋と岩手との契約は更新されず、対談した高橋は、青森ワッツに移籍した。2015年7月、秋田農山ハッピネッツに移籍。2015から16シーズン、2016から17シーズン、秋田に残留した高橋は、副キャプテンに任命された。2016年11月27日の仙台十9 アーズ戦では、出場時間20分の中で、スリーポイント4本を含む14得点を挙げた。高橋はこのシーズン、レギュラーシーズン60試合中55試合に出場し、1試合平均2.8得点の成績を残す一方、平均出場時間は12.7分と、前のシーズンの20.0分から大きく減った。シーズン終了後の2017年6月30日、 現役引退を発表。引退後もチームに泊まり、チームの宣伝活動やバスケットボールスクールでの指導等を行うアンバサダーに就任した。2018年10月より地元片上市のトレイク型紙トレーニング指導員となる。2019年秋田より W リーグ新規参入を目指すプレステージコーチ、就任。ありがとうございます。